実際の鷹狩りを想定した仕上げの訓練であり、鷹の目の前から急に飛び出した獲物に対して鷹匠は阿吽の呼吸によって鷹を押し出すようにして放ちます。これを合わせと言います。日本の鷹狩りの特徴の一つはこの合わせによって鷹と鷹匠が一体となった動きを追求するところにあります。これによって鷹匠は鷹に初速をついてやることができ、鷹も獲物の取り筋に合わせて追うことができます。実際の狩りにおいてこの陣容一体となった動きを取ることは簡単ではないため、鷹匠は鷹と通じ合うため日々訓練を行っております。呼び込む合図とともに豊穣期より鳩が飛び出します。それではお願いいたします。以上で大鷹の飛び流しを終わります。ありがとうございました。以上で実演を終了いたします。門下生は整列してください。本日はご観覧いただき誠にありがとうございました。私たち座り法要術保存会は日本の歴史ある鷹狩り文化を伝承するため努力してまいりますので、今後ともご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。